何より同点ゴール、はい、あの時間帯すごく大きかったと思います。あのちょっとその場面振り返ってください。そうですね、まあ、練習の中でもあの最近後ろの残りじゃなくてゴール前に入ることが多かったので、ああいうこぼれ球を狙う意識っていうのはすごくあの強く持ってたんですけど、本当にたまたま戸郷選手が蹴ったボールが自分のところに転がってきて本当にゴールに蹴り込むだけだったので、まあ、すごいラッキーなゴールだったんですけど、あの時間帯に同点ゴール決めれたことはすごいチームにとっても良かったと思うので、あの素直に嬉しいです。このカップ戦他にもゴールがあったので、はい、持ってるのかな。そうですねでも、まあ、あの代表がいない中でもメニネの選手も含めてすごくチーム 全員で戦ってきたっていうのがあったので、あの先制点取られてもあの逆転できるっていうチームの強さだなっていうのはすごく感じました。まあ、途中で交代で出た後もやっぱり安心して、はい、安心してはないかもしれないですけど、やっぱり見てられたっていう感じですかね。そうですね、はい、もうどっしりベンチに腰を据えて応援してました有吉選手もいくつもタイトル取ってきたと思うんですけど、はい、やっぱりこうして新たに取ると気持ち違いますか。そうですね、特に今回はずっと予選から出てあの決勝で、しかも決勝で同点ゴールも決めれたので、すごくまた一味違ったあの決勝戦になりました。去年に続いて、はい、やっぱり3冠狙っていきたいところかなと思うんですけれども、はい、まず1冠取って残りに向けた意気込みをお願いします。そうですね、でも今日の試合でもやっぱり失点してしまったりだとか、あのゴールに行くまで あのシーンでまだまだ課題があるので、そこはしっかりあの後期のリーグとあと皇后杯に向けて修正してやっていきたいと思います。